炎の揺らめき、薪のはぜる音、焚き火は人の心を裸にする。鶴岡深夜の焚き火トーク。平日の昼間からおじさん二人が何やらボソボソセキララトーク。焚き火に当たって丸裸の鶴ちゃん、富士さん。 今日はどんな15分になるのでしょうか鶴岡深夜の焚き火トークこのコーナーは廃車中古車買取の鈴木紹介一緒に笑顔に日照アインズトルペがお送りします 皆さん、こんにちは。鶴岡真也です。皆さん、こんにちは。H. B. C. アナウンサー、渕上博之です。いや、藤さん、暑くなってきましたね。六<え>月、もう最後、金曜日ですよ。うん、四日。ね、あの、北海道の天気が、私の地元九州のような天気になってきましたよね。ああ<ー>。なんかちょっと湿度も高くて。うん、うん、うん。なんか、ムシムシしてて、なんか、いきなり雨降り出したりするじゃないですか。梅雨ないんですけどね。梅雨ないですか、なんか、梅雨みたいな天気ですよね。ね<ー>。うん、本当ですね。オールスターが。はい。来月。 行われますけれども、二十三、二十四か。ヶ月切ってますよ。はい、あ、エースコンでもありますよね。そうですよね。ツーちゃんは何回オールスターに出たんでしたっけ？<laughs> 僕二回しか出てないです。二回も？二回しか。もう。まあどっちの表現かわかんないですけど。<う>やっぱオールスターって<う>プロ野球選手になった時にやっぱ絶対出たいものじゃないですか。はい、で僕ずーっとこのねあのファン投票の時期二、うん、割前後だったんですよ打率がね。はいはいはい。で。 でもファン投票なんでか知らないですけど上の方に常にランクインしてくれてていただいてて最終中間発表までは1位とかだったんですよね。それが回あったんですよで最後に島に抜かれたり里崎さんに抜かれたりなんかすごい気持ちをもてあそばれた感じが。ででもやっぱ割ぐらいの打率 なんかファン投票選ばれとオールスター出るのはちょっと申し訳ないなーって気持ちになって、うん、で選ばれなかったことに対してちょっとほっとしたね、うん、そういう気持ちもありましたよ正直え、ファン投票選手間投票、はい、監督推薦、はい、まあ今だとプラスワンって言ってね最後にもう一人っていうのをファン投票で出しますけどそ,す、ねはい、それぞれ選ばれたらその気持ちは違うんですか気持ちは違いますね私二回出たうちファン投票一回、うんうん、監督推薦一回だったんですけど、はい やはりファン投票で選んでいただいた時はしっかりとした成績残したんですよ、2012年ですね、パ・リーグ優勝して、山監督就任年目ですは打率も3割ぐらいしっかり打って、その時はもう胸を張ってファン投票1位で出たんですけど、俺が鶴岡だ、一番打ってるぜ、パ・リーグのキャッチャーの中ではみたいな。でで監督推薦選んいいたただ時は あのー、札幌ドームでありましたて2013年ですかねでその時は、まあ、2割6分7分ぐらいで、まあ、無難な<あ>まあそこそこの成績に残して、うん、で無難っていうかすごいんですけどねでまあまあまあそれ言わなくてですよ <laughs> <laughs> 喜んでるしその時に監督のマネージャーから呼ばれて「はい、鶴オールスターいいよね」って。 監督は選びたいって言ってるんだけど、はい、あもう喜んで出させていただきます、うん、その時に2回とも一緒に里崎さんが出たんですよ、うん、で里崎さんはもうオールスターの常連じゃないですか、はい、で里崎さん結構ベテランで、うん、里崎さんこのオールスターの時期とかやっぱ休みたいんじゃないですか本当はって言ったら、うん、いや鶴やめてみてやっぱ残るのって数字だけだろってオールスター何回出たとか、うん、そういう数字だけだろ、うん、だからもう喜んで出ようぜみたいな、うん、あこの人かっこいいと思って。 結構いるんですよ、選手の中には、うん、もうオールスターね、もう10回とか出てて、うん、ちょっとこの時期休みたいなって、ボソって言う選手もいるんですけど、里崎、うん、さんはそういう返しで、あこの人は本当かっこいい人だなと思って、先のことまでそうやって考えられる、ねうん、やっぱりもうね、数字がすべてだから、プロ野球選手は、辞、うん、めた後は、うんうん、なのでそな感は。 結局僕その2回しか出れなか出なったんですけどねいや2回も出てるっていうのはすごいですけどファン投票で選ばれたらやっぱりこうなんかファンに後押しされてるなっていう感覚にまあその時は成績も出てたしなるわけですねは <い S 1> やはりこう認めてもらってるなって感じもあってものすごく嬉しかったですしでね監督推薦は監督推薦でやっぱりこうしっかり自分のプレーを評価してもらってるじゃないですか。それでで嬉ししかったですけど選手としては 絶対選手間投票で選ばれるってね、一番僕は嬉しいのかなと思いますよね、<ー>実際やってる選手、相手チームも含め、うん、別なリーグも含め、うん、認めてもらってるってことじゃないですか、そうですよね、まあそれはね、僕は一回もないですけど、うん、選手は嬉しいと思いますね。だから選ばれる、その選ばれ方によっても気持ちは違う,そう,そう、ね、ということですね。オールスター出て、どうですプレーした思い出 えやっぱりね、あんまり勝負敗は関係ないと思って出たんですけど結構ね、賞金とかあったんです僕、選手はまあいいですけど裏方さんとかにもね、賞金分配されるんですよ。なので、いや、ちゃんと勝たないとなみたいな感じの意外にこう勝負にね、シビアな感じでしたね。自分がなんか賞を取ったらその、はい 所属チームということでってことですか？それともそこにオールスターに行っている浦方さんにってこと、えー？そうですね。あの自分が賞を取ったじゃなくてあの勝った負けたです。ああなるほど。セリーグが勝ったらセリーグの選手浦方さん全員に分配金があって。あある。る賞金があるんで。じゃあ勝ち負けも結構気にしてるっていう。結構気にされてましたね浦方さんはよくね。なるほど。はい、勝ってくださいよっていう。勝ってくださいよみたいな。 結構なプレッシャー感じましたよ。はあ、なるほどね。はい。フレッシュオールスターはね、M. V. P. 取ってね、まあ0万円いただきましたね。100万ね、そこからッと一軍のね、スターダムのし上がっていったというのが、そうちゃんですけど。ね、はい、あれはちょっと一つのきっかけでしたね。ね。まあ、オールスターはね、はい、また、まもなくきますが。はい。そのオールスター。 今回、ファイターズの選手がたくさんファン投票でもも1位を独占しているような状況でずっと来てますけれどもせっかくですので現時点のちょっとつーちゃんの推しの選手を紹介してもらいたいなと思いましてただ、ジャンルがいろいろあるんですよ。単純にし選手もあれば 彼氏にしたい選手結婚したい選手友達にしたい選手兄弟にしたい選手親戚にしたい選手と僕しっかり決まってますよ推し選手は一番最後にしましょうか推しはね最後にしますか彼氏にしたい選手はいじゃあきましょうおお中島拓哉やっぱ顔もかっこいいですしなんかこうねドキドキさせてくれるんじゃないかなと思ってドキドキ何のどうドキドキたいな。 好きだな好きだみたいなドキドキさせてくれそうな感じがありますその気にさせてくれるでもちょっとんか危なっかしいんか他にもモテそうだからなんかなんていうんですか落ち着きはないのかな落ち着きないなので僕は彼氏にし鹿島選手は結婚もしてね言うのにんか言われたい放題言われてますけどね先輩にねで逆に結婚したい選手結婚したい選手松本剛 松本剛もねイケメンですしなんかドキドキも絶対させてくれるんですけど何か自分をしっかり守ってくれるみたいなこの包容力中島拓也がないってわけじゃないですよはいはいはいあの松本剛はそこのなんか包容力みたいなのも感じますねいい家庭を築きそうみたいな感じで築けそうな感じですねまあ選手会長でもありまんか全体を見守るお父さんみたいなねそううですねなんかこ 一家の柱として、しっかりと支えてくれそうですねで、次が友達にしたい選手ですねこれも満中でしょおー満並中世なんか楽しそうじゃないですか楽しそうじゃないですか彼と酒飲んでたら一緒に楽しそうじゃないですか実際飲んだことはないですね、年が離れすぎててご飯も一回行ったことあるかな、ないかな、それぐらいですね二十歳離れてるですだって、富士山よく考えて息子じゃないですか息子ですよ、ああそっか、それぐらい 2000年でしたっけ2000年生まれですねなるほどねじゃあ友達にして飲みたいっていうそうですね楽しそうですよねで兄弟にしたい選手弟に欲しいなと思うの郡司ほう。郡司なんか弟キャラじゃないですかなんか。ああ、実際も弟なんでしたっけねお兄さんに確かいるんじゃないかでなんかね喋ったらなんかものすごく賢そうで なんかこう物腰も柔らかいしあ、こんな弟欲しいなってあと自分の弟に2つ下に弟いるんですけど東邦ガスで今ねコーチやってるんですけどなんとなく似てるんですよ。似てる雰囲気とか顔とかもねちょっと似てるんですけど雰囲気はちょっと似てて実際の弟に似てるからなんか弟にしたい選手やげましたね。雰囲気が似てで、お兄さんは 兄弟例えばお兄さんにしたいってなったら誰だでお兄さんはお兄さんまあ年みんな年下ですからね。そうなんかパッとしないですね。お兄さんにしたいのはひじょりさん。完全に先輩じゃないですか。先輩ひじょりさんひじょりさんがお兄ちゃんだと超楽しいなと思って。おお仲いいですもんね。いいですね。親戚にしたい選手親戚にしたい選手結構微妙じゃないですか。だからあの一年に一回会うか会わないかぐらいでいいでしょうって感じです。 そういう言い方もできもか勘違いしてほしくないですけど大好きなんですよ選手結構テンション高そうなんであんまり毎日いたら結構疲れてるからそれは脂っこいからねでも逆に言うと親戚のおじさんみたいな形で応援したい選手というそういう言い方もできるじゃないですかなんかうちの親戚で頑張ってる選手がいるんですよみたいなね だったらまあそれぐらいの距離感がいいってことあんまり近づきすぎずでも遠すぎず遠すぎずまあでも褒め言葉ですよ彼の一丁締めの時のスピーチはねもうお決まりというかねちょっとあのイヤホンのボリューム下げちゃう元気印ですね元気印でいいですで最後に推し川野流星 川野流星ね中継ぎ部門でねノミネートされておそらくこう半投票選ばれてるであろう川野流星おし男っぽいんですよもうしっかりドーンって構えててもう打たれても野球の話で打たれても抑えてももう全然動じないみたいな「ザ・中継ぎピッチャー」のねでしったらハキハキとめちゃくちゃ目力あるんですよ 確かにありますよね、はい、だからそのねハキハキした感じとかね、うん、その堂々とした感じがめちゃくちゃ好きなので今壺に入っている選手壺に入ってますしかももうねしっかりと活躍して数字も残して、うん、ああ俺の見る目に間違いはなかったと、うんはい、これからも頑張ってくれるでしょあと10年間意外でした推し水谷とかタミヤとか来るのかなと思いましたけども河野できました河野、はい、流星 ほう、なるほどね。はい。はい、まあ、でも。まあ、意外というか、なるほどというか、納得するような人選ではありましたね。はい。ということで。はい。はい。お送りしてきましたけれどもね。はい。今週はここまでになります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。炎の揺らめき。薪のはぜる音。焚き火は。 人の心を裸にしすぎる。つるちゃん、富士さん、今度は気をつけてくださいね。